グランドアイランドはアメリカ合衆国ネブラスカ州の南中部ホール群の都市であり、同群の群庁所在地である。2000年国勢調査による人口は42,940人。2010年では48,520人であり、州内では4番目に人口の多い都市である。グランドアイランドには州内すべての警官の訓練を行う唯一の機関である。 ネブラスカ州法執行官訓練センターがあり、また、州南部に電力を供給する南部、電力供給地区の本部がある。グランドアイランドはこれまで全国市民同盟から3度全米都市賞を受賞してきた。グランドアイランドは、ホール軍、メリック軍及びハワード軍にまたがるグランドアイランド都市圏の主要都市である。1857年、35人のドイツ人開拓者が、 アイオワ州ダベンポートを離れて西のネブラスカに向かいフランス人交易業者の間ではラグランアイルと呼ばれていた島で新しい開拓地を始めたウッド側とノースプラット側に挟まれたこのグランドアイランドは世界でも最大の内陸の島であるここに開拓地ができたのは150マイルごとに燃料を補給することが必要な鉄道が停車場を作ったのが一つの理由だった 最初の開拓者たちは7月4日に目的地に到着し9月までに地元の木材を使って住居を建設したその後の9年間開拓者たちはブリザードやインディアンとの紛争などを多くの苦難に打ち勝つ必要があった1859年にはドイツ人が嫌いな断行者が放った日によって最初の開拓地は破壊された1872年には 姿勢が敷かれた。1886年、ユニオンパシフィック鉄道がこの地域まで伸びてきて、交易や事業の機会が増加した。開拓地は、現在のグランドアイランドがあるノースプラット、川北岸に移された。このためにもはや島の上ではなくなったが、住民はそれまでの名前を使い続けた。この頃から人口と事業が成長を始めた。1890年頃、 ネブラスカの農産物として天才が導入された。アメリカ合衆国で最初の天才加工工場がグランドアイランドの南西部に建設された。1980年6月3日、グランドアイランドは勢力の強い雷雲軍に襲われた。夕方に近い頃に7つの竜巻が襲来した。その最強のものの規模は藤田スケールで海位4に分類された。 最も被害がひどかったのはサウスロカスト事業地区だった。その結果5人の死者を出した。トーネードヒルはこの竜巻の結果として生まれた目印になっている。リサイクル利用できなかったゴミはホナー公園近くで燃やされ、町の西にあるライダー公園で埋められた。この丘のふもとには深さ6ないし8フィート、直径200フィートの穴があり、丘の高さは40フィートである。 外して平坦なこの地域ではこの丘が反り遊びに使われている。グランドアイランドは北緯40度55分20秒整形98度21分29秒、北緯40.92222度整形98.35806度、40.92222-98.35806に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は28.3平方マイル。この内陸地は28.2平方マイル。水域は0.1平方マイルで、水域率は0.60%である。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。2010年はネブラスカ州祭がグランドアイランドで開催された。週間高速道路80号線は、 グランドアイランドの南4マイルを走っている。ネブラスカ中央地域空港が市内にある。2008年9月4日、アレジャント航空がグ、この空港からは、アリゾナ州フェニックス、ミズーリ州カンザスシティへの便も利用できる。グランドアイランドでは、グランドアイランドカレッジのすぐ東を走るトロリーバスがあった。これは、キャピタルアベニューとラファイエット通りを通って大通りに、 至っていた。大通りからは東に折れ、グランドアイランドアベニューを進んだ。さらに南に折れて、現在は中央分離帯になっているところを進んだ。このトロリーバスは、グランドアイランド通りと13番通りの交差点で終わっていた。以前は元のカレッジに通う学生のスクールバスとして使われていた。グランドアイランドにはセントフランシス医療センターと 体役軍人局病院という二つの病院がある。セントフランシス医療センターはおよそ100年間、この地域社会にあり、2007年に11階建ての入院棟を新築して生まれ変わった。体役軍人局病院は、ネブラスカにある同種病院三つのうちの一つであり、体役軍人の病院として機能している。グランドアイランドは、ネブラスカ州中部のショッピングでは、 大きな中心になっている。コネストガモールが市内歴史的中心街の大きなショッピングセンターであり、多くの店舗、家具店、アンティークショップ及び特徴あるレストランが入っている。1952年2月16日、雑誌、ルックはグランドアイランド市を罪ある行為に寛容な都市26の一つに挙げた。この記事が出た後で、市は そのイメージを払拭する施策を実行した。プレーリー・バイオニアのストゥーア博物館、建物の設計は、エドワード・ダレル・ストーン・グランド・アイランド市の公共教育は、グランド・アイランド公共教育学区が管轄している。学区内には、セントラル・カトリック高校、グランド・アイランド・シニア・ハイスクール、ハートランド・ルーテラン高校及びノースウェスト高校の4校がある。ありがとうございます。